聖佐が、裏天守堂聖佐が、裏天守堂聖佐が、裏天守堂は、長崎県南松浦郡新上五道町にある、キリスト教の聖堂。五島列島の中通島北部に位置し、2001年に国の重要文化財に指定されている聖佐が、裏天守堂は、長崎県を中心に、数多くの教会堂建築を手掛けた、手塚義よが建てた三つ目の教会堂であり、 レンガ作りの教会としては二つ目となる。ユネスコの世界遺産暫定リストへ掲載が決まった、長崎の教会群とキリスト教関連遺産を構成する教会の一つであったが、構成資産の見直しにより外され、世界遺産の構成資産と一体的に保存、継承していく資産とされている。平面規模は間口十11.3メートル、奥行き23.4メートル、外壁は イギリス連ガ席。西側正面は3層に区切り、バラ窓や縦長のアーチを設ける。正面入口左右には中東に歯型装飾のある円柱があり、その上部を先頭アーチとする。内部はアーケードによって、新動と左右の側楼に分け、新動を、側楼ともに、天井は四分割リブボールととする。内部壁面は漆喰塗りで、側楼窓にはステンドグラスを設ける。 この天主堂は、内外ともに衣装が優れ、日本人の手になる初期レンガ作りキリスト教建築の代表的作品の一つである。郵便番号857-4402長崎県南松浦郡新神ご登町生号百2 4 1ありがとうございます。